はい、ドクターアルツのサブカル研究室、よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、はい、スタジオジブリ作品の思い出のマーニー、はい、見たことありますか？ないです。はい、私もここ最近は実は見てなくてですね、はい、宮崎駿監督と高畑勲監督が一切絡んでないっていうのが思い出のマーニーなんです。はい、でこれはですね、非常に地味な映画なんです。はい、でぶっちゃけですね、あんまり別に面白くはないんですよ。はい、ただすごくいい映画なんです。面白くない人はちょっと語弊がありますけど、うん、今までスタジオジブリの映画で味わってきたような面白さを持ってないんですよね。うん、そういう意味で面白くないってことなんです。うん、ただ今までのジブリ映画になかった良さもやっぱあるんです。はい、だからすごくいい映画なんです。うん、実際試写会かなんか終わった時に宮崎監督があの米林監督の手を持って、うん、もう彼はよくやりましたみたいな、うん、自分の息子には絶対しなかったようなことをしてましたからね。だからもうようやく演出家が出てきたって。うん、そのアニメーターみたいなのいっぱいいたけど、その演出できる人間がやっと出てきたみたいな。だから宮崎監督が認めた才能ってことですよね。はい、だからそういった宮崎監督が認めた演出家としての、うん、その米林監督の才能がちゃんと発揮されて、すごくいい映画になってるんです。うん、っていうので、そんな思い出のマーニーを面白く見る3つのポイントっていうのを今日はお話をしておきたいと思います。はい、まず1つ、主人公、思い出のマーニーってタイトルですけど、主人公はアンナちゃんなんです。アンナちゃん、アンナ、アンナっていう黒髪の短髪の女の子なんです。で、ちょうど中学生になったくらいの子なんですかね。うん、とにかくね、心を閉ざしてる子なんですよ。周りと打ち解けられない子なんです。で、ある程度外面はそこそこいいんですけど、はい、ある程度の距離まで詰め寄られると素が出てこうバッて反発してしまうみたいな、そういう子なんです。可愛いですね。なんかちょっと可愛いんです。ただ、で、まあ喘息持ちなんです。はい、で、それもあって、で、お母さんに札幌に住んでる子なんですけど、はい、お母さんにその喘息持ちだし、夏休みを使って療養に行ってきなさいと、っていうので、そのお母さんの親戚にあたる人のところのお家に遊びに行ってきなさいって送り出されるんですけど、この親子血がつながってないんです。っていうのもあってか、やっぱ距離感があるんで、アンナちゃんはお母さんのことをおばちゃんと呼んでるんです。で、そのことをお母さんもちょっと悩んでるんですよね。はい、で、どういう関係かっていうのはこれ最後まで見ていただければ分かるので、これはあえて具体的には言わないんですけど、距離感があるんです。切ないですね。そう、で心配してくれてるそのお母さんに対して、アンナちゃん、向かってる電車の中で、はい、こうね、いつも心配ばっかりして、めいめいうるさいのよみたいなこと言うんですよ。うん、なんてこと言うなこの子はとちょっとね、嫌な部分を持ってる子なわけですよ。でもそれは別にいいんですけどね。で、まあ、そういったようなそのアンナちゃんがいかにして出れるかっていうのを見守る映画なんです。この思い出のマーニーですよ。出れます。出れます。もうそれがいいんですよ。で、ちなみにこの、マーニーっていうのはそのアンナちゃんと絡んでくる金髪の女の子なんです。はい、で、これはこの子はそのアンナちゃんがその親戚のとこ行って、これは釧路地方になるのかな、湿地帯があって、湿地帯に屋敷が、もう打ち捨てられた屋敷があるんですけど、で、アンナちゃんはなんとなくそれに惹かれて見に行くと、もう無人なんですよね。誰も住んでないんです。うん、でも なんとなくで、アンナちゃんはスケッチが好きなので、はい、いろんなとこでスケッチしたりするんですけど、その中で打ち捨てられてる無人のはずの屋敷に明かりが灯るのを見つけるんです。はい、で、そこで出会うのがマーニーなんです。天真爛漫な金髪 の、はい、女の子で、初めて会った時はその寝巻きを寝巻き姿で、なんか屋敷が抜け出してきたみたいな風な感じでアンナちゃんと出会うんですよ。おてんぱチックな、おてんぱチックな、で、アンナちゃんのこと知ってるんですよ。なんで私のこと知ってるのみたいな。はい、で、このアンナちゃん、このマーニーが何者なのかっていうのが2つ目の見どころですね。これ最後まで見ていくと、ああ、そういうことだったのかってやっぱなるわけですよ。で、この不思議ないないはずの無人の屋敷に住んでるマーニー、はい、それとアンナちゃんがこう絡んでるタイってどういうことなのか、うん、ファンタジーなのか、もう空想の出来事なのか、うん、なんか現実なのか何なのかみたいな、うん、まあ、そういったような、まあ、なんか不思議な雰囲気で、まあ、話は全体的に進んでいくんですけど、はい、で、このマーニーが何者なのか、はい、これが2点目の見どころ。そして3点目、これは個人的に一押しなんですけど、はい、途中で出てくる序盤と中盤と最終盤に出てくる信子ちゃんっていう、その地元の女の子がいるんです。信子ちゃん。信子ちゃん。はい、で、まあ、そのアンナちゃんがその親戚のうちについて、うん、で、
あのそのおばちゃん、その親戚のおばちゃんが近所に用事があるからって、あのアンナちゃん友達行くんですよね、うん、そういった行った先のお家の子なんですよ、うん、同じ年の子がいるから仲良くしなさいよみたいな、はい、一緒にあの夏祭り七夕祭り行ってくればいいじゃないみたいな、うん、まあそこであのその時にはのぼちゃんと会えないんですけど、あのそういったこういきなり無茶振りされてアンナちゃんとしては人と絡みたくないので、あでも断れないみたいな、まあ、そういう風なのを表現するまずシーンがあるんですけど、まあ、その後に浴衣を着てあのその信子ちゃんとその友達と一緒に七夕祭りにアンナちゃん行くんですよね、はい、でぽっちゃり系の子なんですよ信子ちゃん、で初対面なんですけどそこそこ気さくに声かけてくれるんですよ、はい、いい子なんですよ、はい、で、まあ、七夕祭りですから、まあ、短冊に願い事を、まあ、書いたりしますよね、でアンナちゃんが普通に行きたいみたいな普通に過ごしたいみたいな感じのことを書いて書くんですけど、それを信子ちゃんがあの手に取って、うん、ちょっとからかい気味にそういう、ね、普通って何みたいなことを言うんですね、でやっぱアンナちゃんはその外面はそこそこいいんですけど、うん、ある一定の距離から内側に入ってこられると、うん、あの素が出て反発しちゃう子ですから、うん、のぼこちゃんに対してあのこうぽっちゃり系ののぼこちゃんですよ、太っちょデブって言っちゃうんです言っちゃうんですよ、女の子にそんなこと言っちゃダメじゃないですか言っちゃうんです、でここです、はい、って言われたのぼこちゃん顔を真っ赤にしつつも、はい、スルーするんです、そこを彼にさらっと流して、こうこの話ははいこれでおしまいみたいな感じで、もうその場はねその場ですよ、アドリブで綺麗にまとめようとするんですよ、すごいですね、すごいんですよ、すごいスルースキルを持ってるんですよ、でその子に対その華麗にスルーしようとしてその場を収めようとした信子ちゃんに対してアンナちゃんはバッと手を払いのけて逃げ出しちゃうんですよね、はい、とんでもない子なんですアンナちゃん、まあこれはいろんなこうねいろんなものを抱えてるアンナちゃんなんで、それがこうね改善されていくという物語ですから、まあそういった煽りを食らっちゃったね気の毒な信子ちゃんではあるんですけど、でそういった華麗なスルースキルを発揮した信子ちゃん家帰ってね、あと泣いてるんですよ、傷ついてるんですよ、まあ直接そのね泣いてるシーンとかないんですけど、あのお母さんにそういったことを言ってお母さん怒鳴り込んでくるんですよ、うちの信子かみたいな、こんな感じで怒鳴り込んでくるみたいな、まあそういうシーンがあるんですよね、だからでもそうやって傷ついてるのに華麗にスルーしてそれでその場を収めようとする信子ちゃん、めちゃめちゃいい子じゃないですか、めちゃめちゃいい子なんですよもうねジブリ世界におけるあの花澤さんと言ってもいいんじゃないですかサザエさんのね実はあのメインヒロインは花澤さんって言われてるんですね、それに匹敵するくらいのヒロイン力というか魅力を持ってる子なんですよ信子ちゃん、でそんな信子ちゃん、まあ、最終盤、ね、どうなるのかみたいな、はい、なので、それが3つ目の見どころですね、はい、なぜか本編よりもその部分が一番長い、めちゃめちゃ見たいですよ、まあ、1点目あ確認しておきますけど、はい、1点目はその、そういった自分の世界にこもって、はい、殻にこもっちゃった、はい、閉じこもっちゃったアンナちゃんがいかにして出れるか、ツンデレの、はいアンナちゃんで、こう謎の少女マーニー、はい、アンナと知り合って仲良くなって、うん、そのお互いにそうやって気持ちをこう、うん、気持ちをこう交わし合って、はい、もう二人してもうあなたのことが大好きよって言い合う仲になるんですよね、うん、でそんなマーニーが何者なのかっていうのが2点目、はい、そして3点目が華麗なるスルースキルを持った信子ちゃんの行く末、行く末花澤さんこうジブリ世界における、ジブリ界の花澤さんたる信子ちゃん彼女のそのする、メインヒロインっぷり、メインヒロインとか立ち位置がねすごく独特なそんな信子ちゃんの活躍を、はい、ぜひ見ていただきたいなと以上思い出のマーニーでした、ありがとうございました